こんにちは。こんな感じです。私は長い歴史を持つ武芸の家紋に生まれた。とっても大きな道場で、いつも訪問者が絶えなくて、その多くが武芸者だったわ。気づけば私も彼らと同じように武器を取って、その動きを真似してた。修行の日々は本当に楽しかったのだけれど、今思えば、私自身、どうして修行をするのかっていう目的そのものはなかったのかもしれない。そんな時、私の前に彼は現れた。全空最強と謳われる十天衆の奥斗こと残馬。彼は一目私の素振りを見ただけで、私のダメなところを見抜いたの。彼の言う通りに動きを直してみると、すぐに自分の弱点が克服できたことを実感したわ。そのことがきっかけで、私は彼に興味を持った。だから、こっそりお父さんと彼の話を聞いて、彼が私の遠い親戚であることを知ったときは、とても嬉しかった。そして、それからしばらくの間、彼はうちの道場で修行を積むことになったの。私はもっともっと剣を教えてもらいたくて、いつも残馬の後ろをついて回ったわ。一緒にご飯を食べて、一緒に素振りや肩の稽古をして。でも、最初の一言以外、彼は私に声をかけてはくれなかった。彼は高みを目指すことに本当に貪欲で、弱者である私を気にかけている暇なんてなかったんだと思う。だから、私は強くなろうと思った。強くなって振り向いてもらわなきゃ。そう、私は誓ったわ。それから私は修行を積み続けた。たったの一度も休まずに、ずっと刀を振り続けた。やがて、私はどの門下生よりもずっと強くなっていたわ。でもある日、彼は道場から姿を消してしまった。結局、その後も一度も声をかけてもらえず、名前を呼んでくれることもなかったの。団長ちゃんたちと出会った日のことは、今でもはっきり覚えているわ。あれは私がいつものように、森で瞑想していた時だった。最初は子供たちだけで森に入って、迷子になってしまったのかなって思ったけれど、聞けば、私の鍛錬を参考にさせてほしいって言われて、びっくりしちゃった。そんな、すごいことなんて何にもないのに。私の剣をあまりに褒めるものだから、はじめはからかわれているのかなって思っちゃった。でも、団長ちゃんたちは嘘をついてないまっすぐな目をしていたの。純粋なその瞳に、私は彼の面影を見たわ。それで、なんだかとっても懐かしくなっちゃって。だから私は、団長ちゃんのことがすごく気になって、旅に同行することを決めたの。団長ちゃんたちと一緒にいれば、いつか彼と、残馬と会える気がしたから。
ある日、日用品の買い出しに一人で町に出かけた時、ちっちゃくて可愛らしい女の子と出会ったわ。買い物を済ませた私は、その子と小さな茶屋でおしゃべりをして、とっても仲良くなっちゃった。それで、別れ際に名前を聞くと、その子は十天衆のフィンフって名乗ったの。ザンバがフィンフちゃんっていう子を気にかけているという話は聞いていたわ。でも、まさかこんな形で出会うだなんて。きっと私は、彼女が羨ましかったんだと思う。ザンバはヒュンフちゃんには振り向いた。でも、私には。平常心でいなきゃって思ってたけれど、なんだかいろいろ考えちゃって。それで、一から鍛え直すことを決めて、昔いた山に戻って、基本の型からやり直すことにしたわ。きっと、あの時の私は、どうしていいかわからなくなっていたんだと思う。でも、団長ちゃんとルリアちゃんは、そんな私を好きだと言ってくれた。信頼する人たちが好きだって言ってくれるなら、そんな私なら、私も信じられるかもしれない。憧れる気持ちはザンバには届かないと思っていた。けれど、フィンフちゃんのおかげもあって、私はザンバに正直な言葉をぶつけることができた。認めてほしかったという思い、名前を呼んでほしかったって気持ち、今までのすべてを言葉にしてぶつけた。彼はそのすべてを受け止めてくれた。それからみんなが大好きな私をもっと大好きになるために、ザンバ、いえ、オクトーと刃を切り結んだの。オクトーは私の強さを認めてくれて、それから初めて私の名前を呼んでくれた。あの時、甘味と一緒に飲んだ緑茶、本当に美味しかったな。私はこれからも大好きな人たちと一緒に旅を続けていく。みんなが好きでいてくれる私を、私も好きであり続けるために。私たちは、いえ、私は英風の祭壇で教団の剣士になすすべなく膝をついてしまった。幼い頃からずっと修行を続けてきたというのに。高みを目指し、鍛錬を重ね、ただひたすら強くなることを願ったというのに。ゼーガグランデ空域を訪れた私は、かつてない喪失感と無力感に苛まれていた。団長ちゃんやルリアちゃんたちを、大切な人たちを守れなかった。私にとってかけがえのない大切な人たち、みんなを守るためには、今の私では、まだ。もっと鍛錬を積んで、もっと強くならなきゃ。でも、その間にまた団長ちゃんたちが危険にさらされたら。そこで私は、一つの結論に至った。団長ちゃんたちが受けそうな危険な依頼、それを先に受けてしまえばいい。私一人で解決すれば
私自身の鍛錬にもなるはず。この時の私は一石二鳥だし、これしかないって思ってた。何か危険そうな依頼はないかな。私のことをよく知るよろず屋のシェロちゃんは笑顔で依頼書を見せてくれた。ありますよ。皆さんほどの実力でしたらこちらの依頼なども。きっと私の様子が気になったんだと思う。シェロちゃんは少し首をかしげて、珍しいですね。皆さんはご一緒ではないんですか？鍛錬のために一人で挑みたいことを伝えると、シェロちゃんは納得してくれたみたいだった。なるほど、さすがはナルメアさんですね。でもくれぐれも無理は禁物ですよ。私はシェロちゃんにお辞儀すると、小型艇を手配してもらって依頼書に書かれた場所へ向かった。みんなを守るために、そして私がもっともっと強くなるために。依頼によるとこの辺りね、たくさん人を殺めている危険な相手がいるのは。凶悪な気配、この先にいる。もっと危険な依頼はないかな。すぐに依頼をこなした私にシェロちゃんは目を丸くしていたけれど、私は立ち止まっているわけにはいかなかった。団長ちゃんたちよりも早く危険な依頼を片付けてしまわなきゃ。みんなに危険が及ぶことなく、みんなに心配をかけることなく、私は強くなる。この時必死になっていた私は、心配するシェロちゃんの視線にも気づかなかった。こんにちは。それからの私は危険な討伐依頼をたくさん引き受けていった。団長ちゃんたちより先にもっともっと危険な依頼を。ナルメアさん、本当に無理はいけませんよ。シェロちゃんが心配してくれている。でももう後には引けなかった。なぜなら成果が着実に現れてきていたから。団長ちゃんたちが受ける依頼は危険な戦いを伴うものが少なくなっていた。シェロちゃん、心配してくれてありがとう。でも
まだまだこれから。私はもっともっともっと強くならなきゃ。この時から私はより一層周りが見えなくなっていたのかもしれない。でもそうすることで団長ちゃんたちが救われるのなら、私が大好きな人たちの助けになるのなら、そう思ってたから何も怖くなかった。討伐依頼がない日は甲板で瞑想するようにしていた。そんなある日、団長ちゃんたちが様子を見に来て。ずいぶんピリピリしてんな。前はよく寝ちまってたけど、なんつうかすげえ集中力だぜ。 B ちゃんの声が明るい。よかった。あの、ナルメアさん、無茶したらダメですよ。ルリアちゃんの声が優しい。よかった。薄く目を開けてみると心配そうな団長ちゃんの顔が見えた。団長ちゃんのお世話がしたい。ダメ、もう決めたじゃない。みんなを守るために、すべての危険な依頼を終わらせるために、それまではお世話立ちするって。そもそも今の私にはその資格すらない。団長ちゃんたちと出会ってからはみんなで力を合わせて戦うことが多くなった。でもそれだけでは守れない時があることを知った。なら大切な人たちを守るためにはまだ足りない。私が守らなきゃ。ごめんね団長ちゃん、もう少しだから。だから待っててね。ショックだった。依頼をこなしてシェロちゃんの元に戻ってきたら、団長ちゃんたちが新しい依頼を受けてしまってて、しかもそれは危険な魔物の討伐依頼なんだって。シェロちゃんには危険度の高い依頼はなるべく私に回してくれるよう頼んでたから、油断してたところもあったと思う。団長さんたちなら大丈夫ですよ。シェロちゃんは笑っていたけれど、それでは意味がないの。いくら私が頑張ったところで、結局私は一人。魔物の討伐依頼を全てこなすにはどうしても手が足りない。どれだけこなそうとも魔物の被害は日々寄せられ続ける。こうなったら危険な魔物を全部倒さなきゃ。脅威を元から絶たねば真の安寧は得られない。もちろん魔物に恨みがあるわけじゃない。無益な殺生なんて望んでない。でもそれが人にあだなす魔物だったなら、私たちも生きるために刃を向けなきゃならない。その脅威があり続ける限り、刃を持たぬ人々は気空団に助けを求め続ける。団長ちゃんたちに危害を及ぼす全ての脅威を取り除かなければならない。私の力はそのためにある。団長ちゃんたちを守らなきゃ。私が守らなきゃ。私が守らなきゃ。私が守らなきゃ。
危険な魔物を倒さなきゃ、魔物を倒さなきゃ、倒さなきゃ、倒さなきゃ、全部殺して守らなきゃ。この空域最大の魔物の巣というだけあって、たくさんの魔物たちが襲いかかってきた。この子たちもいつか必ず人の脅威になる。そしたら団長ちゃんたちを襲うかもしれない。だったらいっそ今のうちに返す刃で魔物を斬る、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 斬る。どれほどの時間が経ったろう。多分日が3回くらい落ちて、今は4回目の朝。刀を持つ手はとっくにしびれてる。目がかすんで体が言うことを聞かない。でもそれでも大好きなあの人たちのためだったら、大好きな団長ちゃんのためだったら、私は修羅になれる。次で979体目。団長ちゃんのため、まだ倒れるわけにはいかない。敵は全て斬らないと。たっ、殲滅する。逃がしはしない。切り開く。さらば。さっきの手の感覚がもう。けど刀は死んでも離さない。不快な視線、すぐに仕留める。やあ、引かねば斬る。目に映るもの一切合切切り捨てる。はっ、ふっ、ふっ、校長、はっ、やっ、そこ、ふっ、はっ、はっ、やっ。999、情報に気配、行かなきゃ。いる、この先。歌方に、はだった。渾身の力を込めて何とか魔物たちを仕留めたけれど、巣の奥から
新しい魔物の声と足音が聞こえてくる。刀が地面に落ちた。拾う気力もない。駆け寄ってくる魔物の爪は私の喉元を正確に狙っていた。ああ、私はここまでかな。ごめんね、団長ちゃん。次の瞬間、視界から魔物が消え、団長ちゃんの背中が見えた。ナルメアさん！団長ちゃん。助けに来ました！ここは危険です！逃げましょう！たく、心配させやがってよ。ビーちゃんに、ルリアちゃんまで。団長ちゃんが私の手を引く。でも、私にはやらなきゃいけないことが、まだ。ナルメアさん、こんなに思い詰めていたなんて。気がつけなくてごめんなさい。ルリアちゃん、どうして謝るの？謝らなきゃいけないのは私なのに。団長ちゃんが私の手を引く。ダメ、ここで甘えちゃ。よろずやから聞いたぜ、危険な依頼ばっか先回りして受けてたいってよ。それってオイラたちのためだよな。B ちゃん、違う。これは私が勝手にやったことなの。団長ちゃんが私の手を引く。ナルメアさんが私たちを守ってくれたように。私もナルメアさんを守りたい。悩みがあったら一緒に悩もう。困ったことがあったら一緒に考えよう。ナルメアさんは一人じゃないから。しまい込んでいた感情があふれた。あ、そうだったよね。私がみんなを守るんじゃなくて、みんなでみんなを守る。それが私たちのあり方だったよね。私は団長ちゃんに手を引かれて走る。私が傷つくことで私が大好きな人たちが悲しむ。それはやっぱりダメなことだと思う。一緒に。そう、私はこの人たちと一緒にいたい。これからもずっとずっと先まで。こんな単純なことにどうして今まで気づかなかったんだろう。私を引っ張る温かな手から心地よい優しさが伝わってきた。
どうも。ねえねえ団長ちゃん、お腹空いてない？お姉さんが何か食べさせてあげよっか？それとも膝枕でお昼寝する？私が何としても守りたいと思った人たち、そんなみんなが私を守ってくれた。悩みがあったら一緒に悩もう。その言葉が温かくて嬉しかった。ドリアちゃん、クリームがお口についてる。お姉さんが拭いてあげるね。ありがとうございます。いつもの蝶の姉ちゃんに戻ってくれたのはいいんだけどよ、なんか前より世話焼き癖が激しくなってねえか。テレ屋さんの B ちゃんもお世話しなきゃ。しばらく我慢してたけど、もういいよね。さあみんなで楽しもっか。ある晴れた日、団長ちゃんとのお手合わせ。鍛錬も一人じゃない。大好きな人たちとならもっと強くなれる。その強さはきっとみんなで手に入れた力。私は団長ちゃんの剣を受け止める。その刃から確かな成長を感じる。精一杯の私の刃を団長ちゃんが受け止める。団長ちゃんの笑顔から私の成長を実感する。お手合わせを終えて甲板から見上げた空はどこまでも透き通った青だった。それは果てしなく本当に透明で、空に吸い込まれそうな気がして団長ちゃんの手を握る。これからもこの大好きな人たちと一緒にもっともっと強くなろっと、私は空にそう誓った。またどうぞ。こんにちは。これですか？どうですね、受けますか？いってらっしゃい。お互い様ね。一刀にゃっ。
まだまだシルエット超え地面を慎重に戦うのがいいです。まだまだヒルヒル打ち破る交渉刃語る私がこれで名曲だ。もっと頼っていいからね。よっ宝物無限。まだまだうたかたに散る。ヒルヒルさらに見え散る。さらだ任せてみちゃいます。いい連携だそうね。そこよけてみろ。前よ風評期待に応えなきゃね。そのまみれの前へ前まだまださえよ刃ヒルヒル打ち破る。こっちこうき切り伏せ真の干渉切り伏せ。ナルメアさんやっぱりすごいわ。今のはすごかった。せっせさようなら。ブルちゃん一気に攻める。前エテライトデクイエットリード。アンクシリエット回避。ネーテルシアル負けられない。見えろ。きらめけケイオスサイド。宝物無限これが私たちの力だ。みんなのおかげだよ。もっと頼っていいからね。にゃっ見えた。迷宮だ。ちょっと来る。慎重に行くとしよう。トネードが来るぞ。
切る。やっ、ごめん。やっ、はい、何チリへと変えよう。回復した方がいいんじゃねえか。待って、わかりました。切り刻む。わかった。みんなすごいね。お前のニコは助けてるのか。慎重に戦った方がいい。刃、語る。お姉さん、頑張るね。お姉さん、頑張るからね。やっ、いえ、さえよ、刃。切り開く。打ち破る。そこ、こっち。消える。ご褒美だ。いえ、今だ。ここだ。見えた。これが私たちの力だ。そうだね。頼りにしているわ。まだまだ。ごめん。私たちの出番だ。お待ちに。ナルメア、お姉ちゃんの番ね。これでおしまい。さようなら。団長ちゃん、止めます。いくよ。やめて。ケイオスタイド。威力だな。これが私たちの力だ。みんなのおかげ、ね、だよ。迷宮かと行く。はい、見える。一刀を見える。ご褒美だ。衝撃だったな。仕切り直しに。前散りなさい。お願い。合わせる。今こそ好機。さえよ、刃。お姉さん嬉しい。見え。宝物無限。歌方に失礼。激しく。チリへと火炎。切り開く。さらに。こっち。刃よ、この殺気は。了解だ。真の万象、切り捨て。一刀打ち破る。そこ、待って、頼っていいからね。もらった。終わりだ。散る。やっ、まだ。邪魔。受けてみろ。頼んだ。また来てくれちゃう。止めるぞ。すごい。無情だ。切り捨て。次も頑張ろう。いえ、校長、切り開く。やっ、そこ。歌方に散る。これでおしまい。さようなら。フェルちゃん、一気に攻める。邪魔。打ち砕こう。この手で早にしてやる。団長、ここで決めるね。ひらめけ、ケイオスタイド。まだまだ。これが私たちの力だ。みんなのおかげだよ。そこ、もらえ。これでどうだ。全員で攻め込め。真の万象、決裁。
試練シルエット達成だぜ。それやって、いい感じ、やっやって、それうん、うん、宝物無限一刀さらば源氏の構え。命とは儚い灯火。新しい異物か？どれ？嘘だろ？大発見だ！よさげな物を見つけたらすぐに持って、お伺いしますよ。拝見しても。またのお越しを。
かお目にかかれない一品もありますよ。お役立てください。空師さんですね。寺院の強化ですね。悪くないでしょう。お気をつけて。それではまた。お伺いします。武器を鍛えるんですか？お任せください。うまくいきましたね。星神様の加護を武器に宿す力ですか。マイド。
ご用件は？これですか？良い一日を。こんにちは。この依頼を受けますか？頑張ってくださいね。私たちなら
さらに高みを目指せるはず。わかりました。私たちに任せてくれ。舞い散りなさい。攻撃突破する。そこ見え、尻へと火炎。これでどう？悪い人を打ち破る。こっち任せて、団長ちゃん。無調子だし、さすがだ。そこ名曲な。処置そこ、いや、それすんな。それやっと焼けの引きが。よし、全てをさまる。頼んだ。なぜかフリちゃん見え、団長油断するなよ。了解。剣の長乱、これでおしまい。さようなら。伊藤さん、小川さん、ごめん。団長、ここで決めるね。いくよ。フェリちゃん、任せろ。一戦、これが私たちの戦い方だ。ひらめけケイオスタイド。一刀もさらみんなのおかげね。これがみんなのおかげだ。そこ回復するよ。迷宮に、ここから警戒しろ。ここは慎重に行こう。そんな死ぬか。指をまとって大人にやがって合わせて打ち合う。もっとすごいわ団長ちゃん。ありがとう。無謀なピンチだ。打ち合う。少しの間ここだ。これでいい連携だ。全力で行く。次もこの調子で行こっか。まだまだ。やる気が止まったぞ。やっちまえって。マグマの本当に強い。大丈夫か。今強い。今だ。腕の硬いところが怖い。私が引き受けるよ。すごいな団長ちゃん。できたぞ。今のうちだ。無双無双切り捨て。受けてみろ。出番だ。合わせるわ団長。油断するなよ。了解。火炎一刀さらば。今いや甘い。頼もしいな。花風見放つ。打ち破り。もっと頼っていいからね。落ち着いて。もルナ方に散る。一刀さらこっち追撃しろ。分かったわ。ここからだ。うん、もっと集中。加減はしない。打ち破り。私に続いて。こんなのはどうだ。さあここからよ。よーっち。気合十分だな。まだね。尻へと火炎。力を貸せ。私に任せて。みんなの代わりになりそう。ラッチョちゃん。ごめん。任せて。はい。舞い散りなさい。ふっ、二方に乗せる。にゃあ、ここだ。すごい。よっ、受けてみろ。真の畳みかける。ここですね。まだまだ。シルエット火炎。迷宮打ち破り。そら、そこ。ここで私の愛に応えるぞ。わかったわ。いざ。一位先進に前。誇張人、雪月花。花風。ベルちゃん、一気に攻める。舞い踊りなさい。いざ打ち砕こう。レッドウェイト団長、ここで決めるね。
すよ。ひらめけケイオサイド。ここで仕掛けよう。これが私たちのおかげだ。みんなのおかげだよ。受けてみろ。名曲舞い散りなさい。さあよいよいよ。皆さん、シルエット、まさに熾烈発進。油断しないで。後に続く。助かったよ、テリちゃん。次も狙え。食らえ。何を焦る。みんなすごかったな。ありがとう。ありがとう。やばい。もっと頼っていいからね。歌方に散れ。刃よ踊れ。まだまだ宝物無限に当たる。いい流れだ、みんな。そうだな、さらなる高みここで決まりました。了解。これでどうだ。見え鋭くて見事な連携ね。この調子、レッポたちのおかげだな。確かに。さあ、ここから安心して。ありがとう。見事だ。まだまだこんなものではないわ。大丈夫。歌子さん、仕切り直しね。よし、強引に行く。皆さん、やっ、続け。分かった、援護する。お前と連れの獣、強い絆を感じるな。あ、この子たちとはずっと一緒だけどな。任せてくれ。宝物無限。ここからが本番だ。合わせて。分かった。今こそ後期。そうよ、良いぞ。いいぞ。ご褒美だ。宝物無限。ありがとう、大将さん。向こうかするね。前止めて攻撃。あなたの部屋、ある場所へ送ってやれ。聞かねばきっと回っちりなった。レクイエット。ヒルヒル、打ち破る。こうしてはナルメア、お姉さんの番ね。小刀陣絶月化。イザさん、ノガさん、ごめん。レッド団長、ここで決めるね。絶月化ブレード、ひらめけアテンション。まだまだ、このまま押し切ろう。ただでは終わらせない。一気に行くよ。それよ、花子さん、薄紅に舞い。舞い踊り。今の攻撃で吹き返しまいたな。舞い源氏の構え。そこ、ヒルヒル、打ち破る。今ここだな。さすがね。ありがとう。よいしょ。それもご褒美だ。助けてやろうぜ。やっ、それ、敵ができたぞ。歌方に散る。壁に行くよ。宝物無限。頼りに。
お伺い、どの武器を強化します？お任せください。うまくいきましたね。人員を強化しますか？ご期待ください。いい出来になりましたよ。これはお任せください。またのお越しを。こんにちは。どれにしますか？この依頼を受けますか？よろしくお願いします。一位前進に前。
誇張人絶滅感プルちゃん一気に攻めるこれが私たちの主流戦い方だ仕掛けてくるから強力な攻撃に注意しないとここで決めるね見えてる皆さんすごいそうかなあ、任せろ今こそ後期甘い散りなさいそれとやればここは私お姉さん頑張るからねやだ主流とこだわりになるぞここまで無限飛ばす歌方に散る向こう追撃お願い合わせるねみんな息引っ張りレッポたちのおかげだな力も高みもまだ激しい激しい止めますやめてケイオスタイドこれが私たちの仕掛けだよ気をつけてみんな気をつけてまずは白く無理に迎え撃てば得られるかラジェブイ君待っていてくれこのままじゃ攻撃的になっちまうさあここからよ過ちはもう繰り返さないみんな今がチャンスだよさせない歌方に散る真の万象キュッキュッ任せるぞ効果するね気に入りだガッ名曲見え無造無造キュッキュッ街が止まった今がチャンスだま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 そうだね任せていただいて名曲で前よこっち自分なら迷い散る分かったわやっまだまだ来てそこ真の大将切り伏せるのぶねやさんに答えなきゃねすごいよ見えたシルエット火炎撃ち破り気をつけろ全て刃よ踊れみんな気をつけるんだ無理に迎え撃てばやられるかみんなさすがだねやったね次も合わせてみせる激しくいくぞちょっと
場所へ送ってやれ。ありがとう、ラジオちゃん。レーズライト、レクイエム。お待ち無限。ナルメア、お姉ちゃんの番ね。誇張人、絶月光。イザさん。みんなのおかげ、みんなのおかげだよ。見えた。ヒルヒル。今。まだまだ。みんなのおかげで、ですね。ああ。この調子でいくぞ。これでどうだ。引き。うん。さよ、刃。さよ、なるか。まだまだ。全てを支えに立刀を打ち破る。行く、そこ。チャンスだよ。見えた。一色だ。みんな、今がチャンスだよ。隙だらけだ。来て。了解。仕留め。無造無造。まだまだ任せて、団長ちゃん。歌方に散る。任せるわ。みんなまだ油断しないでいきましょう。心配はいらない。十分わかりました。もう一刀打ち破り、俺だよ。見事に。この調子、アルド場所へ送ってやれ。エースライト、レクイエス。ナルメア、お姉ちゃんの番ね。誇張人、絶月光。すべてを糧に。せーの、アークデトネーション。もっとお姉さんを。この手で破壊してやる。団長、ここで決めるね。まいちりなさ。悪いな。カオスデトネーション。こっち悪くはなかった。ありがとう。見える。切り開く、さらにそこ。俺が守らなければ。ありがとう、ダチョウくん。迷宮打ち破る。見えろ、今だ。任せて、あとでしょ。キュウリなのはどうだ。宝物無限。キリヒトお姉さん嬉しい。宝物無限。悪くなかった。ふざけないようにしているわ。打ち破る。まだ早く。もらえ。何をするんだ。手を抜くな。仕掛ける。見えたよ。そこだな。頼もしい。次も合わせて見せる。見え。無効化するね。そこ。頼んだ。任せて。見え。みんながいると心強いな。まいちりなさい。ありがとう。悪くない。見切って見せる。一刀打ち破る。こっち。私が引き受けるよ。仕切り直し。邪魔。西川。いや。見え。シリアが帰る。すまない。ここからだ。任せるわ。合わせてやるぞ、みんな。大松、みんなすごいね。次も任せてください。ありがとう。ありがとう。団長と。いいぞ。
一位精神に前誇張人絶滅か。ベルちゃん一気に攻める。これが私たちの戦い方だ。いざ刃よ踊れ。私も続くよ。いくよ。いやー、見えてきた。ケイオスサイド。これが私たちの戦いのみんなのおかげだよ。いや、まだまだ。ヒリヒリ。ああ、それでちょっといいですか。やっとこんなもあらあら、やっとこんなも注文は武器を鍛えるのか。任せておけ。成功だ。
か。物を見てから判断する。チームを磨くか。また来い。特訓の成果見せてやろう。
受けたまりますこちらになります。はい、お願いします。仕切り
合いは全ての支えに耐えよ刃。まだまだすまない。迷宮か。仕留める。まだまだすごい。切り開く。任せて。大丈夫ちゃん。うたかたに散れ。迷宮打ち破る。交渉
空しか。どれを強化するか任せて。こんなところか。試してみるか。どの武器を鍛えたいんだ。よし、手入れを怠るなり。どうもです。いかがでしょう。こちらですね。頑張ってください。
大マッチ無限はっ主流と火炎絶対に降下するね。もっと頼っていいからね。マイチに乗った時間だ。メイキを打ち破る。歌方に散る。やっほー。まだまだ一刀を打ち破る。頼りになるわ。そこ力を発揮する。やっほー。大松無限邪魔だ。やっほー。メイキをさらこっち皆さん大丈夫か？ジャブイ！ニヤニヤ！ジャブイ！ジャブイ！アニクイズ！逃すな！こっちに行ってこい！わかった！まだまだここからだ！了解！わかっている。もっと集中しなきゃ。刃よ踊れ！花風、刃よ踊れ。まだまだ花風、見放だ。そこ一刀打ち合う。追撃しろ。見なさない。みんなのおかげだ。さらにこの調子。まだむひるひる。さらにこっちに取り付いちまった。しまった。いい調子。もっと頼っていいからね。完璧なやつがいるみたいだ。なんとかしてやねえと。誰かこうちまったのか。よし、散る。ジャブイ。そこ名誉てりゃ。いや、さえよ刃。合わせて。了解。まだまだ食らえ。頼もしいわ。お前もな。マリオ見えてる。見えてる。受けてみよ。ガブニー。ヒルヒル打ち破る。こっち行く。ここだな。見えてきた。ここからよ。気合い十分だな、モモ。よっ、ふっ、切る。やっ、校長。こっちこっち。お姉さん頑張るからね。はっ。頼りになるか。さあ、ここからだ。あ、無駄だよ。裏方に散る。伊藤もさらに仕掛けてくれ。仕掛けて仕留めるぞ。今のは良かったな。ええ、よし、息ぴったりね。大きな準備ができた。ひるひる。えい、ちょっとふっ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 。任せて、団長ちゃん。出して、いいぞ。一位精神に前誇張時絶滅か。フェルちゃん一気に攻める。マシン、リド。フォーマス無限させられない。全て勝てる。決して知り得と限らない。ヘイオスサイド。まだまだ威力だな。これが私たちの力だ。みんなのおかげだよ。ここで決まる。終わりよ。今こそ好機。あ、真の万象キリッセン。シリエット火炎。私を守るから。舞い踊りなさい。歌方に散る。激しく行くぞ。いや、力を貸してくる。貸せない。ヒルヒル。よっ、フォーマッツ無限。私に任せて。せーの、こっちに一刀を打ち合う。そこよっ、任せるな。食らえ。こんなのはどうだ。みんながいると心強いよ。次
今任せてください。チームワークなら自信があるぞ。薄紅舞まだない。やっやっ迷宮さらばそこ。まだ油断しないでおきましょう。ああもちろんだ。私たちに任せてくれ。いやまだまだ。竜の試練シルエット達成だぜ。それやった。はっ、うん、うん、そいい感じね。やった。真羅万出、うん、一刀打ち破る。立つ。全てをさ校長いいぞ。しますね。まっ、聞くしか。武器を鍛えるのか。武器に宿す力か。こんなところか。任せておけ。手入れを怠るなよ。新しい異物か。どれ、お宝ちゃんのお出ましだぜ。ああ